ルーン石碑石碑とは、人類が何らかの目的を持って、名文を刻んで混流した石の総称。人も言う、墓石としてなど、他の目的を持たず、名文を刻むこと自体を目的とするものを言う。なお、何かの記念として建てられたものを、記念碑、和歌、短歌や歌の歌詞を刻んだものを、歌碑、廃校を刻んだものを、句碑、死を刻んだものを死碑という。 石自体が一つの彫刻になっている場合は、石彫りと呼んで区別することが多い。また、岩絵が刻まれているものは、石碑とは呼ばず、文字が刻まれて、一時的にも混流された、または混流する意識が見られるものを指す。形状は、縦長で表面が平坦な石が用いられることが多いが、自然石をそのまま用いる場合もある。王朝の起源、伝説、 王の業績などの歴史的事件を刻んで王室の権威を高めるプロパガンダに用いられることがあったため、石碑を建てた権力者が倒されると、石碑が倒されたり名文が削られたり破壊されたりすることが多かった。マヤの諸都市に建てられた石碑もその恒例である。新たな権力者は自分の権力の正当性を石碑に刻ませた。石碑として残されるのは輝かしい自責ばかりとは限らない。 慰霊碑や災害記念碑のように悲劇的な事象が再び起こらないよう、後世への戒しめとして建てられている石踏みも存在する。中国では方形盤状のものを、非円形のものを、欠と言い、合わせて非欠という、起源としては犠牲をつなぐための柱。石踏みは五感の中頃から始まり、当初は石踏み身の上部に線という穴があり、石踏み首には、 傘という三筋ほどの虹型の溝があった。後には線も傘もなくなり、亀氏という亀の形をした台座と首という竜のような想像上の動物を石踏みの頭部に浮き彫りにすることが定型となった。中国の影響を受けた朝鮮でも同じような石碑が建てられた。石踏みといえば寒碑と言われるほど、寛大には数多くの名碑が建てられた。寛大の石碑は 神代の商店体の国籍に習い、霊書の形式を聖書体化するべく、さらに姿を整えたものである。石踏みは、死と呼ばれる土台の上に、姫が乗せられ、石踏みみの上部には、現在の額体の起源である、大学がある。インドネシアの古代王国では、プラサスティと呼ばれる、記念碑が建てられた。これは、王の象直を石に刻む古代インドネシアの習慣によるもので、しばしば、 東南アジア史の研究所では国文と訳されるものである。プラサスティには多様な形態があり、西ジャワのタルマヌガラ王国のように楕円形の自然石が用いられる場合もあれば、犠牲として捧げる動物を結びつける杭として使われたユパと呼ばれるものもあった。ユパでは5世紀に東カリマンタンで繁栄したクタイ王国の王、ムーラバルマンが 犠牲として捧げる動物を結びつける杭として使われたものが有名である。画像は石碑栄一、コパンの石碑、ありがとうございます。